庭田家は、宇田源氏の流れを引く、公家、家族。公家としての価格は、ウリン家。家族としての価格は、白尺家。左大臣源、正信の子孫常助を祖を外する道場、源氏の一つ。綾野公治家のその部ありは、常助の弟にあたる。鎌倉時代末期から、南北朝時代の庭田重視以降、現代納言を極端とする。 代々の庭竹の女子は皇室及び、伏見宮家に仕え、志士を設けることとなる。南北朝時代の義人親王聖母の元子、義人親王の孫である、室町時代の御花園天皇及び、帝常親王聖母の幸子、さらに、御花園天皇の孫である、御柏原天皇聖母の長子は、何も、庭竹の出身である。また、戦国時代には、本願寺、 県女の聖母を出したことから、本願寺と諸大名の仲介役を行ったことがある。江戸時代には、大原家が分かれ出た。家業は神楽。江戸時代の家禄は350国。明治維新後は茂名が、伯爵に除せられた。庭岳国立歴史民族博物館の旧高給料取調べ帳データベースより算出した、幕末期の庭岳料は以下の通り。ありがとうございます。